動画ご視聴ありがとうございます。今日はですね、完全 Vlog 動画ですね。梅雨の晴れ間と言いましょうか、合間なんですけども、で今ね、ここ、はい、黒いちじくの雨よけハウスの方に来ております。今年はね、例年と違ってちょっと変わってる年です、正直言いまして。いちじく栽培を始めて8年目になるんですけど、今までになかったんですけども、今年はですね、はい、カミキリムシが異様に多いです。今までですと毎年、まあ、成虫をですね1匹とか2匹見かければいいところだったんですけど、今年はもうすでにですね 10匹超えてますね。20匹まで行ってないと思うんですけど、十何匹成虫を発見しております。全部ね、キボシカミキリムシです。ここはね、毎年一番多くですね、このテッポムシが入っている被害が見受けられますよということで、テッポムシのね跡を見つけたんで、まあ、駆除した動画を出させていただきましたけども、ここはねまだ成虫は実は見つけてないんですけども、他の畑でですねすごい成虫を今見つけてるんですよ。先日のあの消毒、1回目の消毒最中にも、そうですね、7、8匹見つけました。全部このぐらいのサイズの、もしかして出てきたなりなのかちょっとわからないんですけども、成虫のキボシカミキリね、もう葉っぱの上に乗っかってたりとか、あとは見ると枝の方ですね、ちょうど頭の部分の方が多いのかな、先端部分が多いのかな、こうかじった後ですね、結構見かけるような感じになりましたので、カミキリムシいるかどうかを探していきたいと思います。はい、全部で何匹、まあ、捕獲できるかどうかです。で基本的にうちの方の、農園というか、うちの方ではですね、カミキリムシ対策で特にやってないんですよ。例えばガッドサイド S を塗るとか、なんかそういう感じで、そういうの全くしてないです。基本的に園芸用の菌調理ですね、見つけた際において、テポムシの穴に対してこう噴射するということだけで、あとはもし成虫を見つけた場合は基本的に捕殺という状態です。なので今年はね、もう十何匹捕殺してるんですけども、まあ、そんな状態です。はい、じゃあね、早速、今日はカメラを首につけてですね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、じゃあ一回りしてみます。あら、これちょっと枝が、これはちょっと誘引が必要だな。まあ、ここの畑はね、小さいんでさっと見て回れるかと思います。さあ、これも、ちょっと誘引しないと、この木は、黒いちじくなんですけど、ダメっぽいな。先日からね、見かけるのはこういう葉っぱ、ちょうどこの辺の上とかにね、ポツっているんですよね。まあ、やっぱ黒い個体なんで、結構、見つけやすい。違いましたね。まあ、ちょっとやっぱ一部誘引が必要になってきてますね、ここも。あ、ちなみに、もう着火してきてます、こちらもね。はい、もうパッと見た目で探しながら行きますが、これは鳥ですね、鳥の糞だな、これは。見た感じは、今、テッポムシのね、被害は、ここは今、ないんですよね。1回目のね、駆除してから、木くずが出たりとかはしてるのは見受けてません。あれからはね。それ以外はないのかな。ここは食害も、成虫の食害もなさそう。ああ、これはちょっと、いらない枝もある。あ、ほら、こういう葉っぱあるじゃないですか。これ多分、これね、こういうの疫病じゃないかなと思ってるんですよね、僕。私ね、こういう風になってるのって。花むぐり、柿の木に花むぐりっぽいのがいましたけど、これは関係ないですね。どりどり。いないね。オッケー。着火はしてきているが、まだちょっと小さい。
これはまだ指定なのね。あ、ここは指定るな。ちゃんと。あ、ここも指定る。ん？これは、これは何の虫？映ってるこれ。これはカミキリムシじゃないよね。あらら、これなんだろう。なんか見た目はカメムシっぽい平たい虫でしたが、まあカメムシでもなさそう。トンボがいるだけです。トンボは別に問題はありませんね。うん。カエルがいるだけですね。あと、ここも、ここはちょっとまだ着火が。最後に外から見てみますが、ここはねちょっと今色が薄いんですよ、緑色がね。なんで今日はねここはちょっと追肥をしました。うん、はい、ここは今はカミキリムシねいなさそうですね。はい、じゃあちょっと別の畑に移動してみます。7R 来ました。よいしょ、いるかな。よいしょ、うーさー、かなり草が伸びました。まあ、YouTube の動画的にはいた方が面白いんだけども、いない方がねこちらとすればいいです。はい、すごい脇芽出てます。わお、すごい伸びてる。ついでにねちょっと目立った脇芽は取りつつ行きます。あ、伸びてる脇芽すごい。副梢が半端ないね、ほら。まあ実の大きさもねだいぶ大きくなってきました。うわ、ちょっと待って、もう副梢の域超えてるよ。まあ、誘引作業でね他の畑に来てたんで、こっち側あまり来てないんで、すごはい、今のところいたのはまあカエルとなんかよくわからないあの虫と、なんか花潜りかな。あ、これもカエルだね。映ってんのかな、カエルがいるぐらい。この畑もね消毒しながら数匹見つけました。うん、実はあの 10R の畑が一番見つけてるんですよ。あそこだけでもう十何匹見つけてんじゃないかな、きっと。なんかね今年はあのお隣さんの畑もね聞くとすごく多くて、この前あの捕獲してました。カゴかな、うちの親父がねなんか話してたらしいんですけど、なんかそのカゴに結構なね数のカミキリムシを捕獲してたって言ってました。結構お隣の畑にも来てるみたい。今年は本当に例年にないくらいちょっとカミキリムシが多い。まあ、その前にねここちょっと草がね非常に多いです。あ、ちなみにあのね視聴者さんのコメントをいただきまして、まあこれ緑肥にしようかなと思って、梅雨が終わるぐらいまでねこう伸ばし放題にして、梅雨終わった後にねこれを処理していわゆる肥料にっていうふうに思ってたんですけど、なんかそれって違うらしいですね。違うって言い方変なんですけども、まあ緑肥っていうのは基本的にあの土にすき込むことを緑肥っていうらしいですね。いわゆる刈った草をそのまま置いといても、まあ、枯れて肥料になるんじゃないかなっていうふうに、まあ、多少はなると思うんですけどもと思ってたんですけど、なんかよいしょ、お、だいぶ大きくなってますね。
あ、そうそう。で、その買った草を枯らすにも、窒素成分、畑の窒素成分を使うらしいんですよ。なんで、その買った草をそのまま置いておいても、結局肥料にならずにって変な言い方なんですけども、枯らすために窒素成分使っちゃうんで、最終的には畑が痩せていくんですよ、ということだそうです。全然知りませんでした。あ、多分、こういうのもね、あ、今落ちましたけど、こういうやつね、疫病じゃないかな、こういうのね。あ、一応ね、全部誘引してきたと思ってるんですけども、やっぱりこう、知ってないところもたまにあるんですね。こう、抜けちゃうんですね。なんで、あったらちょっとついでに。紐が近くにあれば、ちょっと誘引しておきましょう。ね。よいしょ。よいしょ。パッと見た目は今のところはいないです。ここは先日消毒しながら見つけたのは何匹だったかな ?3 匹ぐらいかな。数匹、それでもいました。よいしょ。はい。尾っぽの間にいませんでしたね。隣に移りましょう。ここも、大丈夫っぽいかな。わからないな。今のところ。とりあえず、ね、何度も言いますけど、脇芽がすげえ。脇芽。まあ、ここまでいけるね。で、今日はまあ、ちょっと Vlog なんで、砕けたお話で、喋りをさせていただきますけど。こうやってね、畑回ってると、どうしてもね、この誘引が足りないやつとか、カエルか、あるとね、こう、巻きながらやるんで、結構こう、一回りするだけでも、すごい時間かかっちゃう。ね、こうやって、ちょっと足んないなと思ったら、こう巻きたくなるじゃないですか。巻かないとなっていうふうに思っちゃう。ないね。ないね。つか、いないね。いいね、いいね。ん?違うね。よし。じゃあ次、こちら側。今年はね、この2価、1価一応ばっかりで、2価一応はあんまり見当たらないね。今年は今のところね。シーズン後半になるとすごい出てくるんですけど、今の段階ではほとんどないな。まあ見つけたら大体取っちゃってるんですけどね。お、違うね。よし。はい。じゃあ、こちら側も、いませんでしたね。ああ、これはダメだね、この枝は。これ置いといても仕方ないんで、折っちゃいましょう。ここも今のところ、すごいな。よいしょ、ほら。何がすごいって、副梢がすごい。あ、すごい。これ、
結構大きくなってる、ほら。うん。お。はい、じゃあ次の列。これ雨上がりのせいもあるのかな。もう結構気温がね、今、低いっちゃ低いっていうか、低く感じるだけか。雨上がりでひんやりしてるので、まあ、じめじめはしてますよ、思いっきり。うん、毎年ねこうやって全てねこの誘引するんですけど、ああこういうのってなんかの食害ですよねきっと。でもカミキリムシだとこの枝かじってるっていうかね、見てるとね葉っぱというよりも枝をかじってるんだよね。うん、おすごい、うん、うん、ご苦労様です。うん。はい、7ルも一回りしましたが、木干しは発見できませんでした。まあ、いいこちゃなんですけどね。よし、じゃあ次10ル行きましょう。よいしょ。いいよ。うわ、結構ここも脇芽が出てる。うん。あ、ほら。あ、ポケット折れちゃったけど。これ、食害ですね、これ。見えます？ここか。ほら。これ、食害ですね。カミキリムシの。折れちゃったけど、折れそうですね。映ってる？これですね。カミキリムシによる食害。よし。ここが今ところ一番血では多い。うん。撮ってる。頑張って今仕事してくれてるね。やっぱ雨上がりっていうのはいないものなのかな。あ、ここは、陶器で基準した結果の今、1個目が、だいぶ伸びてるな、これ。てか、2個目がない。2個目が出てきてない。この辺も、はい。わかります？これも食害ですね、カミキリムシ。とこの辺ごちゃごちゃしてるの。
だいぶね枝は減らしてはいますが、ちょっと枝多いかなという感じですね。よいしょ。ほい。うん。何言っとんだろうな。はい、一回りしましたが、ここもなさそうです。よかった。はい、じゃあ次の畑行きます。3R ですね。来ました。これ、ここでは実は見つけてないんですよね。今のところ。ただ食害の確か、あとは見つけた記憶が違った。なんかいるんだけど、カエルだろうけど。カエルだね。カエルだね。はい。カエルがいました。はい。ここも無事着火しましたね。これ一軸。OK。で、まあ、3R はね、ハウスが2棟なんで、隣も見ますよ。黒い個体なんでね、結構目立つんで、パッと見た目でもね、消毒しながらもあってすぐに見つけられるんです。で、ここもね、まあ、誘引作業している他の畑でやってる間、ここはもう全然入れてないので、脇芽がすごいね、やっぱり。あと、草もね、まあ、あの、7R、10R、7R から比べると、そこまで生えてない。まあ、それでも、生えてるけどね。なさそう。ん？違いますね。なんか黒いシミでした。なんか、見るのは全部こういう、ね、葉っぱの上にね、ちょんって乗ってるのを、今回ね、全部そういう感じで見つけてるんですよね。ここはあんまり脇芽出てないな。新芽はね、こうやって出てきてますけど、脇芽じゃないよね。あ、そうだ、一番後ろの黒イチジクも、あ、着火してる。はいはい、OK。ここは、あ、いた！あ、ここにいる。木じゃないんですけど、いました。はい、あれ違う、カミキリムシじゃないや、これなんだ、この虫なんですよ、これ何、これはでもカミキリムシじゃないよね、知ってる方いたら教えてください。これなんでしょう。カミキリムシかと思いきや、なんか違う虫でした。何なんでしょう。よし。じゃあ次、お隣のハウス行ってみましょう。はい。じゃあ、お隣です。はい。こちらも、黒チジクは着火してきてるね。こういうのって、こういうのって何なんだろうね。これも虫っぽくないんだけど、虫っていうか、なんか鉄のもんだと思うんですけどね。はい。ここはね、今回納屋の方の土間ですね。コンクリしたのでね、その残土を置いたおかげで、あんまり草が生えてない。この置いたとこだけは。そこから置いてないんで、そこから急に草が増えます。いない。うわ、いないけど、これ。これは巻き数が全然足りない。よし。結構伸びてるね。これ、こんだけ伸びてるから、もう、まあ、摘心しても良さそうなんで、ついでに摘心もしときましょう。
ああ、やっぱりこう新芽がすごい出てる。ここは、うん、この辺がね、落としても落としても出てくるね。あ、なんか黒いのが見えるが、これは葉っぱの。こういうのもね、なんか本当は虫かなんかなんでしょうね。まあカミキリムシ以外の何か。うん、カエルしか今日は見つからないな、今のところ。アマガエルだけですね。確かアマガエルも毒あるんじゃないでしたっけ。違ったかな。誰か知ってたら教えてください。なんかそんな記憶があります。あ、これ、あ、違うか。食害かなと思ったんですけど、違いましたね。ちょっと待った。なんかすげえ湧き目が。超長い脇芽すげえ。お、結構実が大きくなってるね、ここも。うん、大丈夫ですね。ここもカミキリムシはいません。よかった。よし、じゃあ次行ってみましょう。最後15アールの畑来ました。よいしょ。ではイルカ見てみましょう。で、先に言っときますが、15アールの畑では実はカミキリムシの成虫の姿はまだ1匹も今年は見つけておりません。ここはいない感じですね。ただテポムシの跡はですね、何個か見つけているので、まあ飛来はしてきているようです。ただ成虫を見かけていないというだけです、今のところね。食害らしい枝も発見はできてません。うん、まあ、とりあえずね、一回りしてみます。はい。でだいぶね、ここね、成長が遅れてましたが、まあ、他の畑から比べるとやっぱりまだ成長はちょっと、成長は弱いです。うん、伸びてきてますけど細いね、ちょっとね。まあただ伸びてはきてます。だいたい 5,60 センチまでね、長いものは伸びてきているような状態になってます。よいしょ。まあここが一番枝数が多いので、この誘引作業に一番時間がかかる。まあまあ畑が一番大きいのだから仕方ないといえば仕方がない。なんでね、ここはねまだ伸びてないところもあるので、糸はあるけど巻いてないところもまだね、1回目終わったとはいえありますので、ここはちょっとメインでまた少し回らないといけないかな。でね、ここ風も一番強いのでしっかり巻いておかないとね、成長がもっと遅れちゃいますね、ここはね。まあ追肥がだいぶ効いたようで、細かい新芽がすごい出てます。またちっちゃい新芽なんだな、これがな。細いし、枝が本当に。もう少し太ってほしいよね。よいしょ。はい。ここは今いませんでした。まあ、脇芽もそれなりに出てきてはいる。実の大きさもね、他の畑から比べると、ちょっとまだ小さい。うん、ここが勝負ですね。この月がね、7月が勝負になりますので、この間にどれだけ太らせることができるかですね。よし。そんな中ね、バナーネはすごい伸びてます。うん、バナーネだけは。まあ今ちょっと今映ってますけど、バナーネはすごい伸びてますね。実もそれなりに結構つき始めてます。よし、ここの列はいませんでしたね。では、おとなし。ここも、一体バナーネ、
80センチ超えてるんじゃないかな。身も結構大きい。おここ脇目もすごいけど、身も大きい。うん。細長いあのね、バナネ特徴のあるね、細長い身がついてきてます。あ、ここはドーフィンだけど結構、このぐらいになってくれば、この辺結構大きいな。うん、ここはいい感じです。ここはね、ちょっとね、本当に弱かったので、液肥の方も実は散布しました。まあ、そのおかげもあったのか、どうなのか。まあ、細いながらも、長さは出てきたと。ただね、やっぱ木によってだいぶ、この辺なんかね、もうだいぶ木が弱ってるね。うん。まあ、これもちょっとね、細い、まだ伸びてる。更新する枝がない。だいぶ木によってね、差がありますね。木によって差がありますね。ね。音がおかしいね。ここも、たくさん出てるんですけど、短い。多分これ、このままいってもこれの倍ぐらいしか伸びないと思いますね。まあでも10個ぐらいね、収穫できれば OK なんでいいんですけども。見そうにないな。あ、ここはね、ほら、ダメで枝切り落としたんです。これちょっと回収しておかないとね、ここに置いといてもあれなんで。よし。ちょっと見ながら、大丈夫かな。あ、この辺も実が大きいね。ドーフィンだけど。よし、ちょっとこの枝は一旦外に。はい、じゃあここですね。次はこれで中央ですね。ついでに両端見ていこうか。ちょっと離れてるんで見回さないといけないですが、大丈夫でね。でもだいぶね、今この後もう雨は降らないという予報なんで、火がね今だいぶ照ってきて、かなり蒸し暑いです。もう結構ムシムシ、まあ梅雨の晴れ間らしい、まあ、天気というか湿度ですね。かなり蒸し暑いです。はい。で、こちら一文字ね。これは去年、だいぶね、直してっていうかね、伸ばして、ここからズバッと切ったやつですね。もうかなり、去年で1年で伸ばしたやつ寝かしたらすごいね。これはまあ復活できたかなと。ちょっとね、この一文字のラインがね、結構今ボロボロになってきてるので、だいぶ来年更新でズバッと切らないといけない。特にこの辺がひどい。まあこれはもうね、更新用の枝が出てるので、更新用の枝が出てるんで、これ太いのはもう切っても大丈夫。ここは逆に言うと更新用の枝がない。こっち側はねあるんだけど、右側が出てないかな。僕はこの辺が使えるようになればいいんですけどね。ちょっと伸ばしてみてどうなるか。よいしょ。ここはいなさそうだね。この辺がね、これも同じ。かなり来てるけど、まあ更新用の枝があるんで、もうここからズバッと切ると。そういう感じかな。はい、じゃあ、隣の列。ほんと今ね。先頭の方は見たという。はい、ここは、まあそれなりに、ちょっと短いかな。それでもまあ、まあまあ出てる方かな。まあ、短いよね、全体的に。はい。で、ここはさっき見たんで、ここで折り返しましょう。で、片側ずつ見てみましょう。お、でかい実がいっぱいあるぞ。すごい。見えてる。でっか。でもね、こういう色が悪くなってるの見ると、なんかもうアザミも入ってるんだ。
思っちゃうんですね。実はさっきね、取れてるかわからないんですけども、取れてたかわからないんですけども、まあ、これ怪しいんじゃないかということで1個割ってみたんですけど、全然大丈夫でした。入っておりませんでした。とりあえずね、まあ、さっきも言いましたけど、殺虫剤の方ね、もう2回巻いてるので、だいぶ数は減らせてるはずです。で、梅雨の間に、梅雨の間に次もう1回は、次は、ね、雨が結構降り続きそうなんで、疫病の方ね、殺菌剤の方を梅雨の羽根張りに巻ける日があったらちょっと巻かないといけないかなと。来週か再来週だな、っていう感じですね。そこを過ぎると、おそらく、そろそろ梅雨明けてもいいのかな、中旬ぐらいになるので、こっちもね、梅雨明けるんじゃないかなって思ってるんですけどね。それ済んだら、まあ、肌に、ちょっと様子見ながら肌にかな。まあ、今年はちょうど、その時に殺虫、あ、食うもんか。殺虫剤とね、肌にが兼用できる、虎鉄っていう、虎鉄フロアブルか。虎鉄フロアブルがあるので、それね、肌にの効果もありますので、まあ、梅雨明ければね、疫病の心配がなくなりますので、それを巻きたいなと思います。殺虫剤と、殺虫剤というか、アザミウマと肌にがね、両方防除できるという、優れもんだな。最初、虎鉄はアザミウマだけかと思ってたんですけど、よくよく見ると、肌にも入ってるんですね。これいいな。来年から肌にはこれを使おうかな。まあ、よくよく見てみるもんですね、そういうのって。これも、違うか。一瞬食害かと思ったんですけど、そうじゃなさそうです。はい、いませんでしたね。そしてここがもう最後の列になりますね。町側もあるけど、これ全部見ながら行きます。たまにこう飛んでることもあるんで、あ、飛んでると思ってね、叩き落としてね、飛んでると思って何かなと思ったらカミキリムシだったんで、もう追っかけてね、止まるとこ見つけて、それでまあ押すということも、まあ、今年何回かしました。あれ、ここに。ちょっと欲しいな。ないかな。見た感じは、いなさそうだ。はい、まあ、一回り、もうすぐ終わりますが、いなさそうですね、今日は。まあ、いないことはいいことです。よし。はい、よいしょ。これで、はい、これで全ての畑ね、一回りしてみましたが、カミキリムシは今日はいなかったですね。違う虫が2匹、2匹かな。違う、なんかよくわからない虫がいましたけど、多分まあ、あれは関係ないと思いますので、はい、本日の Vlog はこれにて終了させていただきたいと思います。はい、動画を最後までご視聴ありがとうございました。